皆さんこんにちは、歴女な主婦あやです。私が登録している YouTuber さんで、の話を聞いてふと思ったんですけれども、まあ、本当にね、あの小室親子、まあ、6億円とかね使っちゃってますよね。まあ、あのやっぱりね、私はね、小室親子はね、異常なね自己愛性人格障害だと、思ってたんですけれども、まあ6億円使うってね、尋常じゃないでしょう。神経がねおかしい。まあ例えばね、まあ、トレーダーとかだったら分かるけど、6億円の借金とかあったら、あの自分でね首するでしょだから本当常人じゃないかもね。ただ自己愛性人格障害の、異常な自己愛性人格障害を超えてるので、そのやっぱりただのね精神異常者じゃないかもしれないですね。というのは、その登録してる YouTuber さんの見て、あのスパイ説ありますよね、ポツポツね。本当スパイなんじゃないかなとか、なんかね思ってきました、本当に。ということですか。でした。だからスパイ防止法ね、日本にはないんですけれども、本当これからもね、すごいシワが目立つね。まあいいや、これからもの皇族にね、皇室皇族に入ろうとするねスパイとかがね、まあ、入ってくる可能性がありますので、まあ早速なね皇室典範改正を望みます。ありがとうございました。